土蔵、平家屋敷民族資料館は、徳島県三好市にある平家に関する博物館。母屋と土蔵は、三好市指定文化財。平家屋敷民族資料館は、堀川内家を祖先とする西岡家住宅を資料館としている。堀川内家は、安徳天皇のご定位として自称。要は、樹永の頃まで宮中に仕えたが、平家の都落ちの際に、安徳天皇を愚部して、 八島に落ち延びた。平家滅亡の後、残党と共に入山した堀川内機は、当地である稲に住み着いた。異業を庶民に施しながら、新官も兼ねていたという。八塚家政が、阿波国へ入った際、稲の武士たちが反旗を翻した、稲山反乱が勃発する。堀川家は、稲軍に従軍し、負傷者の治療に当たったため、稲軍が敗れ罰せられたが、 後に許され当地の西岡の名主となり、姓を西岡と改め、現在に至っている。堀川内記が所持していた四尺二寸の立ちと、金平一本と、新京一面を、地元神社に奉納したことが記された古く大きな、ギータが、当家に伝来している。伊野道蘭五ンごろか期は定かではないが、当家から異名を継承して別れ、伊野川を生で下って、池田町川崎にて開業し、 昭和になって、山城町を応募景域対岸の上野に移転して、平成の世まで代々異業に従事した堀川委員があった。三好市指定文化財、平家屋敷民族資料館、全国商工会連合会、2019年4月20日閲覧。三好市指定文化財一覧 H30.1031。三好市教育委員会、2019年7月22日閲覧。 ありがとうございます。